テルビン・アステラムは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州サンノゼ出身。キングス MMA 所属。UFC 世界ミドル級ランキング10位。ザ・アルティメットファイター17ミドル級トーナメント優勝。ザ・アルティメットファイター史上最年少優勝者。メキシコ人の両親の間に生まれ、高校時代はレスリングで、アリゾナ州王者となった。 北アイダホ大学に進学するも総合格闘家になるために1年で中退した。保釈保証業者として働きながら2010年12月11日にプロ総合格闘技デビュー。2013年1月、リアリティ番組ザ・アルティメット・ファイターのシーズン17に参加。チェールソネエン率いるチームソネンに所属。ミドル級トーナメント1回戦でババ・マクダニエルと対戦し、 リアネキドチョークで一本勝ち。二回戦でコリンハートと対戦し、秒殺小勝ち。準決勝でジョシュサマンと対戦し、リアネキドチョークで一本勝ち。ドラフトで14選手中13番目の開始名ながらアップセットを繰り返し決勝進出を果たした。2013年4月13日、ザ・アルティメットファイター17フィナーレで行われたミドル級、 トーナメント決勝でユライア・ホールと対戦し、お互い一歩も譲らぬ接戦となったが、金差で根から一の判定勝ち。ザ・アルティメット・ファイター史上最年少優勝者となる21歳での優勝を果たした。2013年8月28日、UFC 本戦初出場となった UFC ・ファイトナイト・コンデット・ VS ・キャンプマン2でブライアン・メランコンと対戦し、 リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち。2014年3月15日、UFC171 でウェルター級ランキング14位のディックストーリーと対戦し、2から1の判定勝ち。2014年11月15日、UFC180 でウェルター級ランキング7位のジェイク・エレンバーガーと対戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2015年1月31日 UFC183 でウェルター級ランキング3位のタイロンウッドリーと対戦し1から2の判定負け。キャリア初黒星を喫した。この試合はガステラムの体重超過により 81.6kg 契約で行われた。ガステラムは計量当日の朝にはウェルター級のリミット体重まで。 あと3ポンドと減量は順調だったものの、嘔吐するなど突如体調を崩して、病院で点滴等の治療を受けたことで多重を超過した。2015年6月28日、ミドル級契約での試合となった UFC188 でネイサン・マー・コートと対戦し、2R 終了時にコーナーストップで TKO 勝ち。2015年11月21日、 ウェルター級復帰戦となった UFC ファイトナイト、マグニー VS ガスタルムでウェルター級ランキング13位のニール・マグニーと対戦し、1から2の判定負け。敗れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年7月9日、UFC200 でウェルター級ランキング6位のジョニー・ヘンドリックスと対戦し、3から0の判定勝ち。この試合は、 ヘンドリックスの体重超過により77.6キロ契約で行われた。2016年11月11日、UFC205 でドナルド・セラーニと対戦予定だったが、ウェルター級のリミットまで体重を落とすことができず、中止となった。これに関して UFC 代表のダナ・ホワイトは、もう彼を170ポンドで戦わせることはないだろうとコメントし、 事前からがステラムがミドル級で戦うことを示唆した。2016年12月10日、UFC206 でミドル級ランキング10位のティム・ケネリと対戦。序盤からスピーディーな打撃でケネリを圧倒して 3R に左フックで TK を勝ち。2017年3月11日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS。 ガスタルムでミドル級ランキング9位のビクトー・ベウフォートと対戦し、左ストレートで1チコ勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。しかし、ベウフォート戦試合当日夜に実施されたドーピング検査で、ガステラムの体内からマリファナの代謝産物カーバー・キシー THC の陽性反応が検出されたことを全米アンチ、ドーピング期間から4月6日に通知され、ガステラムは ファイトマネーから20%の罰金と90日間の資格停止処分が課せられた。また、ブラジル MMA アスレチック委員会は5月7日付で試合結果をノーコンテストに変更した。2017年7月22日 UFC オンフォックス25でミドル級ランキング5位のクリス・ワイドマンと対戦。1R に左ストレートでダウンを奪うも 3R に 片方めで一本分け。2017年11月25日、UFC ファイトナイト、ビスピン VS、ガスタルムでミドル級ランキング2位の下 UFC 世界ミドル級王者マイケルビスピンと対戦し、カウンターの左フックでダウンを奪い、パウンドで 1RKO 勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2018年5月12日、 UFC224 でミドル級ランキング2位のホナウド・ジャカレート対戦。2 r にワンツーでダウンを奪うなどスタンドの攻防で優勢に立ち2から1の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年2月10日、UFC234 の UFC 世界ミドル級タイトルマッチで王者ロバート・ウィテカーに挑戦する予定だったが、ウィテカーが試合当日に 腸の腹部ヘルニアで欠場したため、中止となった。2019年4月13日、UFC236 の UFC、世界ミドル級暫定王座決定戦で、ミドル級ランキング5位のイスラエルはデサンヤと対戦。1R に、右フックで、フラッシュダウンを奪い、4R には、左ハイキックでアデサンヤをぐらつかせ追撃のパンチで、追い詰める場面もあったものの、 金差で0から3のはある判定負け。破れ走ったもののファイトオブザナイトを受賞した。また、この試合は、同年の UFC ファイトオブザイヤーを受賞した。2019年11月2日、UFC244 で、ダレンティルと対戦し、1から2の判定負け。自身初の連敗を喫した。2020年1月、 手術は回避したものの膝の外側側副靭体を断裂した。2020年5月12日、全米アンチドーピング機関がダレンピルとの試合で実施されたドーピング検査で、ガステラムからマリファナの代謝産物カーバーキシー THC の陽性反応が検出され、9ヶ月間の資格停止処分を受けたが、ガステラムが薬物治療プログラムを完了したことで期間が短縮され、 5ヶ月間の資格停止処分となったことを発表した。2020年7月19日、UFC ファイトナイト、フィゲレディ VS、ベネビデス2でミドル級ランキング6位のジャック・ハーマンソンと対戦し、ヒールホールドで 1R1 本負け。2021年2月13日、UFC258 でミドル級ランキング15位のイアン・ハイニッシュと対戦し、3から0の判定勝ち。 約2年9ヶ月ぶりの勝利となった。2021年4月17日、UFC オン ESPN、ウィッタカー VS、ガスタルムでミドル級ランキング1位のロバート・ウィテカーと対戦し、0から3の5はある判定負け。敗れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。大会1ヶ月前に病気で欠場した、パウロ・コスタの代役を受けての出場であった。 2021年8月21日 UFC オン ESPN カナニーヤ VS ガスタルムでミドル級ランキング3位のジャレット・キャノニアと対戦し0から3の 5R 判定負け身長 175cm とミドル級においては小柄ながらも強烈な左ストレートと左フックを持ち当たれば相手を一発で沈めることができるハードパンチャーであるまた パンチだけでなく、キックも強烈であり、イスラエルアデサンヤ戦では、左ハイキックでアデサンヤをぐらつかせ、パンチをたたみかけて、フィニッシュ寸前まで追い込んでいる。さらに、レスリングやグラウンドでの攻防にも優れており、グラウンドでは、ディアネキドチョークなどの締め技を得意としている。ありがとうございます。